今日はね、会場にはたくさんこの美意識の高い女性の皆さんにもお集まりいただいているということで、もう皆さんが気になっていらっしゃるのは、じゃあそのすっぴん美人どうやったら作れるんだろう、潤いすっぴんになるにはどうしたらいいんだろうということかと思います。ではお二人のスキンケア、一体どんなことをなさっているのか、その部分から伺ってまいりましょう。さあでは大石さん、普段からこう気をつけていらっしゃることであったり心がけていらっしゃること、はい、スキンケアで何かあったら教えていただきたいんですか。そうですね、私は本当もともとすごい乾燥肌なので、ひたすらこうやっぱ保湿を今すごい重点的にやってるんですけど、夏でもやっぱりエアコンとかですごい乾燥するんですよね。そうなんですよね。そうだからやっぱりこう1年通してちゃんと保湿をするために化粧水をこう何度もちゃんとお腹いっぱいっていうぐらいまで化粧水を何回も何回も入れ込む、やっぱそれが今すごい一番大事だなと思ってて、ハンドケアで。そうですね、基本全部手でやるんですけど、コットンではなく、コットンではなく手でやりますね。なんか手でやった方がなんかこの肌の感じがすごいこう自分で分かる。そうですね、私もそうです。コットンは使わないですね。そうなんですよ。あ、やっぱりこう自分の肌をこう触ることで気づくことがいっぱいあるのかもしれないですね。いや、すごいやっぱ毎日触ってると本当にこう今日の調子がどうなのかとかをやっぱ肌触ると分かるようになるので、ね、だからやっぱハンドケアでやってるんですけど、最近やっぱお風呂上がり暑いのでもう化粧水とかクリームを全部冷蔵庫に入れといて、でこう冷やして、冷えたのでこうバシャバシャ、絶対気持ちいいですよね。すごい気持ちいいの。そうで毛穴もこう引き締まる感じもするし、だから今結構それハマってて、だいたいスキンケア用品は全部冷蔵庫に入ってます。美月ちゃん毛穴ないんですよ。そうなんですね、毛穴レスっていうのって、はい、あ、こういうことを言うんだって思いますよね。毛穴が全部なんて言うんだろう、張りというか張りだから毛穴が目立たないのか、多分両方あると思うんですけれども、そうね、引き締めてるのもあるんだろうね。やっぱり必死にこうやっぱ温めたら、あ、その後は冷やすっていう、これポイントかもしれないですね。そうですね、大事な気がする。夏場って結構こう毛穴が開きがちだったりっていうのがありますから、はい、そういう部分をこうキュッとキュッと、もう開いたらギュッとさせるっていう、そうそうそう、これ簡単なことですからね。そうですね、だからもう本当毎日本当続けれることを続けるっていうのがすごい私は大事だなと思ってて、だから化粧水とかこう苦にならないものを苦にならないようにやる。であとなんか結構ヨーグルトとかも食べるんですけど、だいたいヨーグルト毎日朝食べるんですけど、フルーツが好きなので季節ごとのフルーツを入れると本当飽きないで美味しく食べれるし、そうっていうので結構やっぱ自分が楽しい方に持っていくようにはしてます。もう本当にインタビューした時も、本当楽しい方にテンション上げていく美月ちゃんの方法が可愛くて、ご飯を作った時も自分で美味しいって言いながら食べるんです、いいですね、こう一番作った自分が美味しい、うまくできた、そうそうそう、可愛くて、まあ、なんかこう笑顔がね溢れた生活だなっていう感じがしますけれども、いやいや今こうお話にも出たこう腸内環境って今すごい話題になってますけれども、鈴木さんもそのあたりってやっぱりこう気をつけていらっしゃったりしますか。そうですね、私も一緒で、朝は必ずヨーグルトと、あとフルーツ、本当に旬のフルーツを食べるようにしてます。ビタミン C もしっかり取れるし、で腸内環境もきれいになるので、本当に腸内環境大事です。そうですね、だから今、はい、第二の脳とかって言われてすごいね注目されてますけど、すごいと思います。やっぱりそういう部分ってやはりかなりいろんなところから情報がお二人はね、なんか入ってくる、ものですから、やっぱりそれをうまく取り入れていらっしゃるということですよね。そうですね、他にもスキンケアいろいろ鈴木さんされてるんじゃないですか。そうですね、私もお風呂上がりのケアはしっかりするんですけれども、先ほども言ったように子育てしながらだと自分にかける時間ってなかなか、ね、1時間2時間かけたいところなんですけれども、お風呂に上がってからだいたいこう例えばタオルドライをしたら40秒間しか、そこから40秒後には肌がどんどんこう蒸発し始めるんですね。すごい。そうなんですよ、お風呂に入ってる時はもちろんね、しっかり
保湿状態ですよね。そうですね。それなので私は必ず40秒以内が勝負なので、それでスキンケアをしっかりするようにしてます。すごいですよね、40秒。40秒、はい、そう、なんかインタビューの時もさらっと40秒っておっしゃったんですけど、はい、そこにいた全員が40秒ですかみたいな結構短いですよね、40秒って40秒ですかっていう、もう本当その間にお子さんの保湿もされて。そうです、そうです。すごい。 その、子供を例えばお風呂場に入れておいて保湿状態の部屋に、うん、でそのまま自分が先に上がって自分がケアをしてからですね。でもちろん頭から足先まで一枚皮なんですね、ええ、皆さんここだけやればいいと思ってるんですけれども、ありますね、顔はデコルテまでってよくいいじゃないですか、うん、デコルテまでじゃないんですよ、うん、もう全部なんですよ、もう一枚皮なので、ええ、私は、足だったり腕だったりに顔と同じケアを、全く同じケアをします。贅沢、すごい、すごいですね。足に化粧水乳液されてるんですよ。そうです、そうです、本当にそういう、もう皆さんここだけ本当にやったら、ね、って思ってるんですけど、それで足ガサガサだったら嫌じゃないですか。お肌すごい綺麗なのに、腕とかね、すごく足とかがすごくカサカサだったら、ちょっと残念ですよね。残念ですね。残念ですよね。やっぱりかなりお二人美意識高いですよね。かなり、もうちょっと話しただけでも分かると思うんですけれども本当にね、それをナチュラルにされてるっていうところが魅力的で。